こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。新社会人の方が保険を検討されるシーンもあるかもしれないということで、ちょっと保険の話を先日からしています。で、今日の FP 小話では、保険を選ぶときに保険料と実際に受け取れる保険金を気にされる方は多いと思うんですが、保証される期間もぜひ見てくださいというお話をしようと思います。保険の商品というのは、その支払う保険料と、何か起こった時に受け取ることができる保険金で、加えてどの期間を保証されるのかということで全く違う意味合いの商品になります。で、大きく分けると定期と終身に分けることができるんですけれども、定期というのは1年とか10年とか約束した期間に何か事故が起こった時に保証しますよという契約ですね。で、終身というのは、保険料を払い続ける限りとか、保険料を一定の約束まで払い続けたらずっと一生保証しますというタイプのものなんですね。なので、決まった期間なのかずっと保証するのかということで意味合いが全く変わります。なので、例えばいざ何かが起きた時に、1000万円の保険金がおりますと言われたとしても、その1000万円を保証する期間が1年とか10年なのか一生なのかでは、保険料が全く変わるわけですね。で、この時にじゃあどっちを選ぶのがオーソドックスなのかという意味でいくと、一般的には保険というものは自分の貯蓄で賄えない期間の、保証を、保険金で賄おうというふうな狙いのものなので、定期を選ぶのが一般的です。で、逆に言うと定期で保険をかけて、で、そのいざという時に自分の預貯金で賄えるようになったら、その定期保険を解約したり減額したりっていうふうな契約を検討するのが、オーソドックスな考え方なわけですね。で、定期っていうと、逆にその10年定期の1000万円っていうものをかけてたとしたら、11年目にその事故が起こった場合は保証されないんですね。なので、かけ捨てだからなんだかもったいないって思われるかもしれませんが、保険は得をするとか損をするというよりは、自分のお金で賄えない時をフォローアップするためのものなので、自分が預貯金ができたらいらなくなるというような、カバー保証に対しては定期保険をかけるのが、王道的な選び方ということになります。というわけで、今日の FP 小話は、保険を選ぶ際には保証期間がどっちのジャンルなのか、定期的なのか終身的なものなのかということを、まず着目するということ、そして基本の考え方としては、定期を選んで自分の預貯金がたまってきたら、その保険を解約したり減額したりという使い方が、オーソドックスであるということをご紹介してみました。以上、FP 小話でした。本日のご飯は吉野家、私はとろろ付き、夫はカレーにしたみたいです。ところで、これ開ける前にお味噌汁、にあるの作っちゃったんですけど、お味噌汁がついてました。いただきます。豆乳の全自動ゴミ箱ですが、3月の17日に到着して、今日4月の10日に1つ目の本体についてたカートリッジがなくなりました。というわけで、1ヶ月マイナス7日ぐらいの感じですね。交換しようと思います。基本的にここにカートリッジがあって、常にゴミ箱を貼り続けるので、ゴミ箱とゴミ袋の隙間が発生しないから、中があんまり汚れないかなと思ってたのですが、ちょっとだけコーヒーの液体とかを垂らしちゃったのかもしれませんね。このタイミングで拭いとけばいいかなと思います。でも1ヶ月近く使って全然中汚れてないので、いいんじゃないでしょうか。いい感じです。ところで、使い終わった方のこっちのカートリッジの縁、プラスチックっぽいので、プラスチックの捨て方をそれぞれの自治体で確認して捨てるっていう感じなんでしょうね。ゴミ袋のカートリッジが約25回分で、一応そのゴミ箱のフル充電で50日
持つんですけど、なんで、まあ、あのカートリッジを丸2回使い切るぐらいまで電池は持つとは思うんですが、まあ、なんでしょうね。忘れないようにカートリッジ変えるときに1回充電しとくと安定して使えるのかなというふうに思います。まあ、それにしても本当にこのゴミ箱買って大正解でした。毎日ゴミ替え、全然苦痛じゃなく楽しいです。ところで今日の吉野家の買い出しは夫が言ってくれたのですが、吉野家ついでにたくさんデザートを買ってきてくれたみたいです。めっちゃ種類あって高まる。